僕らは知らなかった。アプリに潜む彼らの存在を。それはアプリモンスターといった。2016年10月からテレビアニメデジモンユニバースアプリモンスターズが放送スタート。アプリアライズ。ネットと現実の狭間で起こるハルとガッチモンの物語。そしてアプモンプロジェクトの一翼を担うもう一つの物語が始動。それはアプモンをめぐる君の物語。ゲームデジモンユニバースアプリモンスターズ。アプリモンスター、通称アプモン。自ら考え行動する人工知能を持ったアプリ生命体である。検索アプリのアプモン、ガッチモン、ナビモン、ナビアプリのアプモン、ナビモン、ミュージモン、音楽アプリのアプモン、ミュージモン、ドカモン、アクションゲームアプリのアプモン、ドカモン、などなど個性豊かなアプモンが存在。そして物語の鍵を握るアプモン、オンモンとオフモン。2体のアプモンが世界の運命を変えていく。君はアプリドライブを手に、まだ見ぬさまざまなアプモンと出会い、戦い、そして成長しながら壮大な物語を紡ぎ出していく。さまざまな能力を持った個性豊かなアプモンたち、強力なアプモンを手に入れて自分のデッキに加えよう。現実世界ではアプモンはアプモンチップとして存在する。冒険の中で手に入れたアプモンチップからアプモンをアプリアライズ。そしてアプモンに備わったアプリ技を駆使してアプモンバトルを戦おう。アプリガッチモンプラス、仲間とつながってパワーアップするアプリンク。さらに特定の組み合わせのアプリンクではアプ合体。おガッチモンアプ合体で新たな姿に進化し、強烈な必殺技を繰り出そう。まだ見ぬアプモンとの出会い、アプモンを集めて、アプモンを育てて、未知なる冒険へ旅立て。君の手でつなぐアプモンたちとの物語。任天堂 3DS 用ソフト、デジモンユニバースアプリモンスターズ。バンダイから発売されるアプモンチップと超連動。アプモンチップの QR コードを読み込むとゲーム中でアプモンをゲット。一足早くアプモンバトルが楽しめるアプリモンスターズサイバーアリーナ配信決定。アプモンチップの読み込みも対応しているぞ。バンダイナムコ